はい、どうもよかちてもちはじめです。今回はですね、妖怪ウォッチの最強の武器玩具トップ10やっていきたいと思います。妖怪ウォッチの武器っていろいろあるわけじゃないですか。剣だとか銃だとかいろいろあるんやけれども、もうどのおもちゃそしてどの武器が最強なんていうのをね、独断と偏見で決めていきたいと思います。最強の武器玩具第10位はこちら、デラックス妖怪パッタでございます。いや、これ武器ちゃうやないかってほとんどの方は思ってるかと思うんだけど、実はですね、武器としても使うことができます。元のね、モデルとしてはやっぱランタンやと思うよ。遺跡の中、そのダンジョンする際にやっぱ建物の中とかホラーの中とか暗いわけよ。そういう時にこのランタン式のね、デラックス妖怪ポットを使えるわけ、光るから。あとですね、剣だとか銃だとかとも連動することもできるんだけど、実はですね、猫2世が哺乳瓶ギアとして使ってんだよね。猫2世って普段さ、哺乳瓶加えてるわけ、チュパチュパチュパって。で、それを取ってですね、これに哺乳瓶のやつをつけて、ほいでもチュパチュパ加えながら、メダル連動させて、こっからね、こう、炎を出したりだとか、いろいろとね、発動することができるわけなんだよね。これ、妖怪ポットっていうのは、妖怪メダルからその容器を吸収することができるわけ、そしてそれを発射することもできるわけなんだよね。ただやっぱりね、その剣とか銃と比べると、まあ、武器としての能力は低いのかな、ちょっと。ダメージはちょっと弱そうな感じするよね。ということで、こちら第10位でございます。そして最強武器玩具第9位はこちら、デラックス妖怪チェーンソードでございます。これゾンビーチョッパーの武器ですやんね。チェーンソーとして使うこともできるし、これ剣として使うこともできるという優れもののわけなんだよ。このまんまでも使うことできるんだけど、妖怪ポットと連動することもできます。パカッと開けまして、デラックス妖怪ポット接続、ガシャーンみたいな。ほいでさ、これ引っ張るとみたいなチェーンソーの音になるわけよね。なんか木とかを切るときにさ、チェーンソーを使うやんか。この辺がブルルンとこう回って削ることができる。ただ威力は半端ないわけなんだけど、ただ武器として使うにはちょっとね、使い勝手悪そうかなみたいな。荒野行動でさ、これが家の中に置いてあったら使うかみたいな。フライパンと同じぐらいの威力しちゃうみたいな。いちいちこう引っ張って使わなあかんみたいな。それがちょっとこう面倒だったりするのかなみたいな。一応ね、妖怪ポットついてるから、妖怪メダル連動させて、その容器的な能力も発動するかもしれないけど、ちょっとね、剣とかと比べるとなんか重いし、なんかね、あんま強くなさそうよね。最強の武器玩具第8位はこちら、デラックス闇閻魔アギトでございます。これめちゃくちゃかっこいいんだよね。閻魔大王とジャオカエラが合体した闇閻魔の武器なわけなんだけど、ここグリップがあって、こう持って、こうだわさ。こうだわさ、クワガタムシの角みたいになってて、ここで攻撃してもなんか痛そうだし、まあ、基本的にはね、スタンガンみたいな役割あるかな、みたいな。敵を痺れさせる。その隙に攻撃しちゃる、みたいな感じで、めちゃくちゃかっこええよね。ただ殺傷能力はあんまないわな。音声聞きますか？スイッチオン。で、ここを押すとみたいな。みたいな、いろんな音声になるわけよね。最強の武器玩具第7位はこちら、デラックスエンマブレードでございます。これエンマ大王の剣ということで、こう赤だしオレンジっぽいカラーだし、めっちゃかっこいいよね。これおもちゃとしてもこれ優れてて、当たっても痛くないように、これ先っちょがねゴムになってたりするわけなんよね。でさらにですね、この妖怪ウォッチの本体と合体させることもできる。映画だとケータがこのエンマブレードをね使って攻撃とかもしてるわけなんよね。ただね、なんかこう、妖怪ウォッチはついてるものの、エンマ大王以外のメダルはね、入れてるシーンなんか見かけないわけなんよ。だから汎用性ちょっと低くねみたいな。いちいちエンマ大王のメダル使うんけみたいな。こちら電源入れてみると、隣の感じ。これでね、スイッチを押すと色変わったりもする。そして音も鳴るし、めちゃくちゃかっこいい。こう押しながら攻撃することもできる。ねえ、子供が持ったらめちゃくちゃこれテンション上がるよね。アニメとか映画であんまこれ活躍してへんような気がするんで、こちら第7位でございます。最強武器玩具第6位は
こちらデラックス不動雷鳴剣でございます。これね、不動明王の武器なんやけど、めちゃこれもかっこいいんだよね。青色で、しかもこうゴールドにあしらわれてて、めちゃバチかっこいいやないか。エンマンブレードのまあ次に発売されたやつで、これに関してはもうね、妖怪ウォッチいらんわけ、単体で使えるわけなよね。しかもさ、必殺技雷合電撃雷鳴鉄追撃バッサー行く時も雷の攻撃なんよね。結構敵が離れてても効果ありそうなんよ。電源オン、エアン、ちゃんとね、音声も鳴るしね、おもちゃとしても最適なんやね。まあその最強の不動明王の武器っちゅうのがまあポイントだわな。この剣に関してはさ、映画でもアニメでもすんごい出演回数多かったし、結構人気のアイテムかなということで、こちら第6位でございます。最強武器玩具第5位はこちら、デラックスエンマくんでーす。これ映画妖怪ウォッチファイバーフレンズで、ヤシャエンマが使ってた武器なんだけど、めっちゃかっこよくねーみたいな。まずこのおもちゃというか、アイテム自体が、武器自体がバチかっこいいんだよね。赤色だし、このゴールドっぽいカラーだし、そして紫っていうね、このカラーリングがめっちゃスコでございます。これにしかもね、戦う時にドラゴンが出てくるわけなんだよね。妖怪アークぶっ刺して右に回したり左回したら、ベリーバナーだ、ラセツだっていろんな竜が出てくるわけなんよね。だから、中距離というか遠距離の攻撃もできるわけ。空泣きとのバトルの際もですね、敵に近づかなくても竜がね勝手に行ってくれるから、もう全自動だから、めちゃくちゃ簡単にバトルできるやんね。例えば敵がめっちゃ近づいた場合も、このコンボでぶっ叩くみたいな、そういうこともできんちゃうみたいなね。すんごいかっこいい武器なんだよな。ただこれに関してはさ、半永久的ではないんだよね。やっぱりさ、剣とかに関してはもう結構使えるけど、これに関してはいちいちこうなんていう、容器を使うやんか。そのドラゴンを出さんとあかんということで、持続可能ではない、サステナビリティではないということで、こちら第5位でございまーす。最強武器ランキング第4位は、こちらデラックス妖怪スナイパーでございます。これはですね、めっちゃ登場回数少なくてアニメでも覚えてる人ほとんどおらんのじゃねみたいな、そんなアイテムでございます。なんかさ、軽率におもちゃ出したよね、めっちゃ人気の時。妖怪ウォッチがめっちゃ人気やからさ、軽率におもちゃ発売してたよね。そして売れるっていう。まずこのおもちゃ見た目もさ、バチかっこいいわけ。スナイパーだから遠くの敵もね、狙い撃ちすることができるわけなんだよね。やっぱりさ、荒野行動とかでもフライパンとか近距離型の武器よりもこういうね、銃の方が圧倒的に強いやん。遠くにいる敵をヘッドショットできるから、圧倒的に銃の方が強いわけ。ただね、これ銃の中でも一番なんかね、使いにくいんだよね。だからこうね、妖怪メダルをここにぶっ込んで、ここになんか撃つやん。そしたらなんか出たな。出たな。弾が入ってるから、まあ普通におもちゃだから出るんだけど、でなんかね、妖怪メダルをこうね、いちいちこう出すみたいな、なんかようわからんしようわかるかな。妖怪メダルをここにセットして、蓋閉めてガシャコンってして、そして撃つみたいな。ほいでこれを戻して、でメダル出してみたいな。なんかね、仕様がちょっとめんどくさい。シンプルじゃないのが若干欠点ポイントかしら。一応さ、妖怪ポットがついてるから、妖怪のその容器を吸収して、ほいで撃つみたいなね、そういうことかなと思うんだけど、なんか、仕様はなんせめんどいっていうか、頭に入ってこのだよね。あとこの、銃のさ、弾もね、すぐなくすということで。こちら第4位でございます。最強武器玩具第3位は、こちら、デラックス妖怪マグナムでございます。これ、妖怪ポットと、あと持つところがこうね、ひっついてるやつなんだけれども、まあ、インディ・ジョーズが結構使ってはったかなと。ここに妖怪メダルタッチして、シュコ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 容器をチャージして、そして撃つみたいなことで、結構まあいい武器なんだけれども、ボスと戦う際に、いちいちチャージめんどくねみたいな、その辺がちょっと気になりますよね。すぐ撃ちたいやん。すぐ撃ちたいやん。いちいちこうチャージせんとあかんけみたいな。敵待ってくれんかみたいな。こうチャージしてる間に、ボスに攻撃されたら吹っ飛んでまうみたいな、まあ、その辺がちょっと欠点かなと。ただね、これ銃なんで結構遠くにいる敵もボスもね、こうやって撃つことができる。空泣きとのバトルでもこう離れながら攻撃することができるかもしれないということで、こちら第3位でございます。最強武器玩具第2位は、
こちらデラックス妖怪ブラスターです。これケータの武器でアニメでもねだいぶ出てきたんで知ってる方多いやなでしょうか。妖怪ウォッチ3のゲームでもね出てくるんやけど、めちゃいいんだよねこれ。これ妖怪ウォッチがねセットしてあって、で妖怪メダル突っ込む、例えばメラメライオンのメダル突っ込んだらメラメライオンのショットを打つことができる。バギュンバギュンバギュンみたいな、シンプルなのよ。例えばジバニャンのメダルセットオンしたら100列肉球打てるみたいな、もうシンプルなのよね。でしかも妖怪ウォッチを取り外すとドライヤーとして使うこともできるわけなんだよね。いや、おもちゃとしても面白いし、武器としてもかなり汎用性高いな、みたいな。だってさ、もう形も作りもシンプルやん。もう押すのは基本的にここだけ、みたいな。で、妖怪メダルここから差し込む、みたいなさ。シンプルな作りがもうね、大好き。そして、最強武器玩具第1位は、こちらデラックス妖怪バズーカでございます。これケータの武器をね、なんか映画だとコマさんか誰かがネットでポチって、これでケータが使うことになったんだけど、これ威力も半端ないし使い勝手もいい、おもちゃとしても最高なわけなんだよね。トータル的にこう星で表すとかなりね平均値めちゃ高いっすわ。まずねおもちゃとして遊ぶ分にはさ、こう弾を入れるわけよね。これで引っ張ってこうな、うん、こうするだけで出てくるみたいな、こうするだけで出てくるみたいな、弾がちゃんと出てめっちゃおもろい。しかもですね、これ映画でもアニメでもケータね、ちゃんと使ってるわけなんだよね。ここにさ、妖怪ウォッチがついてるから、ここに妖怪メダル入れて、例えばオロチのメダルセットオンしたら、オロチの必殺技がもう放たれてるみたいな、そんな感じですよね。陽気ショットみたいな、陽気ボール発射みたいな、そんな感じなわけだわさ。バズーカだから破壊力もやばいし、で作りがシンプルだし、そしてかっこいい、もう最高やんこれ。配色もさ、オレンジにグレーに黒みたいなシンプルなカラーリングもいいし、ほんと素敵。バズーカだから近距離には向いてないよね。もうここまで来られたら、ここまで不動明王に来られたらもう勝てへんかなって感じはするんだけど、遠距離、中距離にかなり向いてる武器でございます。はい、ということで以上、今回はここまでです。いいなと思いました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。